それでは早速メンバー、晴れの決勝のスターティングイレブンを紹介してまいりましょう。まず読売クラブです。ゴールキーパー今日も藤川です。三浦、加藤、堀池、津波、日本代表がずらっと顔を揃えます。ハーフ陣です。ペリクレス、ラモス、北沢といいますが、ラモスがちょっと左の足の肉離れ心配です。武田、トニーニョ、三浦、和義、この武田、三浦、いわゆる2枚看板、楽しみです。メンバー今11人紹介したんですが、このうち4人、5人ですか、はい、全日本メンバーですもんね。そうですね、それとブラジルの選手で固めた読売のですね、チームがどう戦うか楽しみですね。一方日産自動車です。こちらの方は4年連続の決勝進出、キャプテンの増田がゴールキーパー、勝谷、井原、そして今読売イレブンが登場してきました。メンバー紹介続けましょう。日産自動車です。ハーフ陣は柱谷、木村和志、エバートン、松橋、そしてツートップは財前、レナト。6万の観衆が沸きに沸くこの東京国立競技場、右に日産、左に読売、ここ8年の天皇杯優勝7回までこの読売か日産どちらかが優勝しています。グリーンのユニフォーム読売、ブルーは日産。まずレナト、そして14番財前がいます。ちょっと正面流した、バントラップして左でシュート。最後に打ったのは今誰でしたかね。今はですね、この14番の5年目、財前ですね、ですね、はい、これでラモスが蹴るか、あるいは三浦和が蹴るか。正面には加藤、曲がっているシュート、北沢のシュート、誰に合わせるか。向こう側ヘッドでクリア、おっとラモスがオーバーヘッドでクリア、カウンターになるか、北沢、さあ右サイドには三浦、トニーニョ、シュート、走った、危ない、松永。今の今ね、ラモス君があそこで今守備してましたね、ちょっと下がり気味ですね、おっと、さあチャンスだ、木村、ちょうど出す、待っている、大前、前にはエバートンが待っている。ラモス懸命なタックルはラモス、今左、今年日本に帰化しました。強引に打ってきた、さあトニーニョダイレクト、ナイスキーパー、いいプレーがね2つ続きましたね。三浦君のですね個人技、フェイントからセンタリング、それをねダイレクトでね左からここですね、またぎます、ボールを、はい、三浦勝、ここでまたぎますね、これが得意のプレーですね。そしてこれをね右足で蹴るところにね、このトニーニョの比率の高さっていうのがありますね。自分の左から来るやつを右足で蹴るというね、はい、これは難しい技術、素晴らしいプレーだったですね。そしてゴールラモス、武田、壁を作る、ちょーんと横に流した、松橋どうする、直接打った、キーパーセービング、倒れるが笛なし、大前サイドチェンジ、今手を使いましたか、ラモスが、はいはい、今ねラモス君はね、あそこへパスが通ったらこれ危ないと見たんですね。なるほど、この辺のね読みですね。この笛で45分前半終了です。後半の45分が始まりました。メンバーはざっと見ていますが前半と同じのようです。トニーニョをできるだけ速い縦パスで使って思い切り動かしたい、これがポイントになりそうだという話。あ、チャンス、武田、シュート、向こう側ポスト右、
これを逆に西さんは気をつけないとやられる可能性があると。そうですね。まあそれとチャンスだ。バットラップした。大丈夫。バックパス。危ない。メナト止まった。押し込んだ。メナト。最後に押し込んだのはメナト。先制の1点西さん。今はね、バックパスがね、ちょっと弱めだったんですね、それをね、レナトが見逃さなかった。今、バックパスがちょっと中途半端な感じになりましたね、ちょっと弱かったですね、それを最後の点、エバートンなのかな、エバートンガッツポーズしてますね、ちょっと待ってください、はい、ここですね、ここで縦パス、はい、で競り合うわけですね、これが財前ですね、はい、財前がワントラップして、加藤久が、あ、やっぱりレナトですよ。これはレナトですね。レナト。あ、そして横から行ったエバートン。エバートンが決めたわけです。あはー。ですから見逃さなかったのがレナト。こぼれたボールを決めたのがエバートンと。これ財産かわすわけです。はい。このバックパスがですね。これは三浦愛からのバックパスでしたね。はい。それをですね。ゴールキーパーの藤川へのバックパス。レナトに拾われてしまいましたね。この間にベリクレス退場。今私どもビデオを見ていまして、はい、その間のプレーです。多分ね、あの レナトがですね、ゴールキーパーのボールを取った時にこれはキーパーへのファールだと、はい、いうことを抗議した、はい、ところがレナトはすでにあのあれですね、ペリクレスは前半、はい、イエローカード1枚もらってますから、はい、その抗議に対して2枚目ですから、はい、今度はラモス、ラモス、キャプテンのラモスイエローカード。レフリーの高田静夫さんに、まあ、おそらくペリクレスの退場に関しての抗議なんでしょうが、それはね、これはイエロー取られました。レフリーにプレーができる状態、今これは味方ゾーンですね、はい、あ、これ水沼がどうやら日産は出てきて財前と変えますね。もうベテランになりました、あのかつての全日本のストライカー、ポイントゲッター、心をスパイクに込めてやる34歳ラモスの話です。エバートン、向こう側平川、日産のチャンスがこの時間帯は続いている。日産1点リード、25分経過後半、水沼マークするのは津波、津波、あっと水沼チャンス、セッタリングシュート、いや、その前に、その前にゴールライン割ってましたね、ゴールライン割ってましたか、はい、戸塚が入ります。誰に変わるんでしょうか。津波くんですね。津波ですか、昨リーグのレナとあるいは北沢と並んで得点王のベテラン戸塚。木村、右サイドに上がっていくのは水沼、さあチャンス、水沼どうする、水沼直接シュート、これが意外性ですね。今ゴール正面にはレナトが待っていましたからね。そうなんです。それとまだね、シュートを打つとは思ってなかった、ところが彼はそこで打つわけですよ。藤川の懸命なパンチング、これ木村くんですね、はい、木村いいタイミングで外へ出しました、右45度、くぅ、さあ武田、戸塚、三浦、オニーニョ、三浦和がここにいる、ゴール正面では北沢あるいは戸塚が待っている、折り返せるか、ドリブル、さあっと3番のリズムに乗っている読売を攻め、しかしカウンターアタック、木村陣形を整える、レナト、木村からレナト、あー、いいパスが出ましたけども、ちょっとですね、わずか30センチぐらいボールが前だったですね。あれ足でちょこんと合わせただけで行くようなね、レナトですから、あそこはですね、フリーだから一回止めてから狙って打てたかもしれませんね。今度は水沼左サイド、水沼持ち込む、フランスに入った、マークする、加藤キーをかわした、センタリングだ、さあ待ってレナト、バントラップ打てるか、センタリングか、センタリング、向こう側サイド、さあ松本さん、はい、
手元の時計でもう12分ぐらいになりました、もうやはりね、読売としましたらね、ラモスの大活躍がないと苦しいという感じがしますね。さあ攻めていく三浦亜美、三浦亜美、正面ではトニーニョ、北沢落とした、ラモスだ、ラモスだ、ラモスだ、あった、あった、武田同点ゴール、ラモス武田、同点ゴール、ラモスから武田、同点。6万大観衆揺れる国立競技場。あ、素晴らしい、今のは見事なですね、技あり、はい、やはりラモスがいましたね、結局ラストパスはラモスからのですね、はい、もう一回言いましょう、これが三浦亜美、三浦亜美ね、はい、で北沢、北沢落としてラモス、そして武田ワントラップして右足シュート、やはりね、読売とすれば相手ゴールの近いところでラモス君がですね、はい、ラストパスを出す、この場面が出てきたときにですね、そのラモスが今度は右足ですよ、いやしかし、いい、俺はやる、見事な武田同点シュート。しかしこれはね、全て高度な技術が身についてね、結びついたですね、ヘディングが正確、ラモス浮いたボールを武田へパス、ワントラップ、武田君のですね、振り向きの速いボール処理、あのね、松橋君24番がね、はい、足がつってきたんですよ、あ、それに代えてルーキーの山田を入れてきました。速いですよこの選手は、高校の清水市商業では超高校級リーグでね、はい、素晴らし